はやーい。2024年10月10日。Android 使っている JK さん、iPhone の友達にバカにされてしまう。高一女子です。Android は貧乏なのですか？今日友達4人と遊んでいたのですが、私以外の友達は全員 iPhone で、私だけ Android のスマホでした。それで、〇〇の家ってもしかして貧乏なの？超ウケる。と爆笑されながら言われてショックでした。Android は貧乏なのですか？JK の同調圧力ひどいからな。iPhone ごときでマウントってのが学生っぽいな。そもそも貧乏とか平気で言ってくるやつなんか友達じゃなくね？Y は友達にお前の家貧乏だろとか言ったことないで。プチプチ JK ギャル。超ウケる。16歳女子高生です。現在 Android を使用してます。最近周りから iPhone にしないの？と頻繁に聞かれてうざいです。なんで iPhone にする必要性があるの？と聞くと、AirDrop がーとか、iPhone の方が画質いいのにーとか、みんな iPhone 使ってるのにーとか言われます。正直 iPhone も Android も変わらないと思うのですが、そんなに iPhone がいいんですか？これは iPhone の陰謀や。椅子とかなさそう。iPhone 買おうとしたら15万いるやろ。それで今女子高生が買ってもらえるわけない。返却前提の契約なのか知らんが。Android 使ってるだけでいじめられています。私の周りのほとんどが iPhone を使ってて、Android の私は貧乏、非常識人と言われ、いじめられています。SNS などでは Android がオンボロイド等と呼ばれていますが、実際、iPhone も Android も同じスマホなので性能とかほぼ一緒じゃないですか？なぜスマホの機種だけで差別化する必要があるんですか？サターン使ってたら煽られるのと同じ。いじめられてるのを Android のせいにしてる男子高校生みたいで気持ち悪いな。Android 使っているやつ見てると悲しくなるから嫌い。でも僕は Android を使っている JK の方が好き。女子高校生で Android のスマホ持っていると恥ずかしいよね。みんな周りは iPhone だから仲間外れになる。知恵袋使う JK がいるか。JK は普通に知恵袋使ってる。生理の質問やら結構ある。なぜ JK みんな iPhone を持ててるんですか？私は親に iPhone は高いからダメって言われて Android を使ってます。周りの子たちはほとんど iPhone で、うちの学校はアルバイト禁止されてます。みんな金持ちなんですかね？Android とかいうちぐう弱者専用スマホ使わさせられるのかわいそう。そしてパパ活へ。学生だと iPhone 以外はかわいそう。社会人でも iPhone じゃないときつい。この国老若男女 iPhone 使ってない？ Android 使ってるやつ全然見ないわ。50% Android だぞ。会社で同期のみとかしたら Y だけ Android で AirDrop で画像共有できないわー言われたわ。ジジイには関係ないけど AirDrop 差別はガチであるからな。まあ AirDrop 使えないからいちいち LINE で送らなあかんのはだるいわな。 Google のアプリで共有すればええやん。それ相手にもインストール求めるのきつくね。こういうのは多様性とか言われんのやな。 Android 使ってる時点で学生時代に人権なくなってまうで。インスタとか投稿するなら Android のカメラ特化機と SE さんの組み合わせで2台持ちの JK とかおらんのか？学生はベンチマークとか使いやすさとか関係ないんよ。 iPhone が欲しいんだよ。こんなんあえて使ってるチーグーとか哀れやろ。ピクセルかギャラクシーってダメなん？てか値段だけなら Android の上位機種のが高いイメージあるけど。バカ JK はそんなこと知らんのや。パパ活すればいいやろうけど Android 使っている時点でブスやろうからな。バイトすればいいのに。10万くらいならバイトで2、3ヶ月もあれば貯められるし、それで買えばいい。最新機種の iPhone ならそら高いやろうけど、今は中古や型落ち品なら安くなってたりせんの？最新よりは安いよなやっぱ。中古の iPhone8 を1万で買って、これ iPhone SE さんの新品って言い張ればごまかせるやろ。 iPhone 高級ずらしてるけど実際は投げ売りばらまき中古で手にしたやつらばっかりだよね。 iPhone こそ貧困やろ。 Y はずっと1円 iPhone やで。 Y は JK だった。このかっこよさは iPhone には出せないやろ。チーグーは Android なんやから、そら JK は iPhone 選ぶやろ。答え出てるやん。チーグーが Android 擁護する時点でね。リンゴ信者が面ハゲてますよ。よくわからんけど30万の2つ折りスマホ持っててもバカにされるんか？電車の中でそんなの使ってたらバカみたいじゃん。たかがスマホなんて何でもよくね。このスレ見て発狂したらチーグーや。でも iPhone の良いところって正直よくわからないよな。 iPhone ってほんま宗教よな。マジのガチで宗教やわ。使わない時計までも買い始めたし。インフルエンサーはみんな iPhone だからな。
そりゃそうやろ、アンドロイド使うとか前世にどれだけ業があるんや。女さんは周りと合わせないといけないから大変やな。スマホすらファッションになっちまう。チーズは合わせなくてもみんな見た目一緒だから楽そうで羨ましい。確かに。iPhone の方がコスパ良くて優れてるんなら買えるんやけど全くそんなことないからな。ギャラクシー使うといかに iPhone が使いづらいかよくわかる。ワイも子供できたら絶対に3万ぐらいの泥スマホしか許さんわ。自分で稼いでから贅沢はええ。結婚すらできないけど。女も30代40代ぐらいから一気にアンドロイド率高くなるんやろ。あれなんでなん？ K-POP アイドルのライブでスマホで撮影タイムみたいなんあるから、カメラ強いギャラクシーとか使うようになるらしいで。無印も貧乏人と変わらん。マウント取るならプロマックスや。それ買って何するの？見せつけるんや。おじさんおばさんは見えより値段だからアンドロイド選んでるやつが多い気がする。つまりそういうことや。今回はアンドロイド携帯の JK が煽られたスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。